From Japan, Hidetada Yamagishi.これが今日の4食目。さっき写真撮ったの俺見たけどいいね、結構自分でもようやくこれはいいっていうのがあった、うんうん、だから結構今の仕上がりには満足してる。だからこのままをそのまま引っ張る感じかな、うんうん、お顔の感じも本当に昨日と全然違ってすごく炭水化物取ってる生き生きしてきて炭水化物取ってる、うん、他に何か補食みたいので食べたりとかはするんですか？例えばナッツですとかバナナとか、うん、バナナは今日さっき1本食べて、まあ、その時のコンディションやって、で俺はあんまりナッツ類は食べないんだけど脂肪は結構低く抑えてるいつも、その代わり炭水化物を食べる、うん、であと今回はこのタンパク質がステーキだから結構これ、うん、もう脂質はそこそこ入ってるから、うんうん、ナッツはね俺はちょっと好きなんだけど食べ始めると止まらないから、うん、怖い。結構カロリーいっちゃったりとかしますもんね、うん、怖い、うん、ピーナッツバターの前ここだけの話止まらなくなったことがあって1日半ジャーの半分ぐらい食べ続けた時もある、うん、コンテスト前にだからもう食べない方がいい、食べるちょっと食べるんだったら、うん、食べちゃうとね止まらなくなっちゃいますよね、うん、Love the sitting? I don't know It seems like pretty far back明日の試合用の準備バッグみたいのはあるんですか、うん、実はこれ今日昨日か日本から来たパワーハウスチームのバッグなんだけれども、まあ、これにだけどコンテストは時はもう会場がすぐそこなので特に俺はそんないっぱい持っていくとかないんだけど間違いなくトランクスは必ず持っていかなくちゃいけない。でトランクスは俺はいつもまあ、毎回新しいの作ってくれるんだけどもこれは、まあ、大体黒、たまにファイナルで色変える時もあるけれども今回は縁起がいい、いつも縁起がいい黒で毎回新しいの、はい、実は、はい、だからこれいっぱいあるで、これは必ず忘れちゃいけないのはこれ、はい、ナンバーとタグ、はい、ID とで、あとはパンプ、オリンピアぐらいの大きいコンテストになるとバックステージにジム、ちっちゃいジムがあるんだけれども、うん、まあ一応自分のこの、パンプのこのラバーバンド、うん、これを持っていくと、あとは水ぐらいかな、うん、何か縁起担ぎのものとかはあるんですか？縁起担ぎというかさっき言ったこのトランクスの色はね、これ黒っていうのは俺はなんかこうまあ毎回もちろん勝つつもりで言ってんだけども、なんか今回はね結構自信あるから朝大体朝黒で夜赤とかなんか変えるんだけども、今回は両方黒でいこうかなと思って、うん、それ作ってくれる人にも黒って言って、じゃあもう一色はって言われたらいつも二色頼むからもう一個も黒でって言って、うん、だから黒は今回は縁起というか俺はまあ自信があるというか黒。バックステージにはコーチは入れるんですか、それとももう選手だけなんですか？選手だけ、はい、うん、コーチはまあミロスは入れないと思うけれども、まあバックステージ入っちゃったらもうとにかくもうタイミングだけなのでパンプアップの、うん、でそのパンプではもう体自体はそこから悪くなりも良くなりもしないから、うんうん、だからもうバックステージ入っちゃうともう自分一人だけども、で今日は5食目、
5食目のステーキはなんか美味しそう、はい、なんかレストランでオーダーしてくれたみたいな。おー、じゃあちょっと違うのかな。なんか全然うまい。So they order at the restaurant, so it's super good. これで大会前最後ですか？まだ、うん、明日は明日明日9時だから、まあ、一食食べてもそれでおしまいなんで、うん、まあこれであと食べてミロスのとこ行ってミロスはもっと食いってたら食わなくちゃいけないけどだから俺的にはこれで OK だもん、うん、ご飯召し上がるときはいつもスプーンなんですか？箸をこっそ久しぶりに使うともう手が疲れちゃってトレーニングでなんないですよね、大丈夫、うん、なんないですね。なんかここがもうパンパンになっちゃって手が。でもトレーニングしてるからもあるんじゃないですか、やっぱり普段こう一生懸命トレーニングして疲れちゃうみたいな。足も持てないのかって言われたよだからもうスプーンにしてくれっつっていつも変だよね。Do the slide on me. Yes. That's awesome. You feel full? Yeah. Yeah.Abs, legs, back, shoulders, arms, is all lean, dry. You know, chest, if pumped and you have just a little bit more volume, that's going to be perfect. Yeah. But more most importantly, you feel the fullness, you feel the muscle, right? Yeah. Mm-hmm.Let's go, Dirt! Let's go, Dirt!
added a 14, Derek. 9, Ole. 5, David Henry. Competitive 7, 8, 13, and 16. Steve, it looks like we got a close one here. I think these fans want to see a little bit. You guys want to see some more? I still remember your number. Can see those digits by heart. まあ第一戦も本当申し訳ないって。俺としてはまあよかったと思ったんだけど、まあしゃあないな。これもボディビルの自分でベスト尽くして上がってあとは審査員の。まあ、今日ファイナル、フリーコースは恐らく取れないけれども、最後まで気を抜かせる。 ありがとう。はい、1日明けていかがですか。一晩終わって、昨日も言ったように、またやる気が出てきたっていうことと、ただやっぱり悔しさもあるよね、昨日特に。自分のクラスの決勝を見て、やっぱり、すげえなって、同時に本当にあそこのステージに立ったんだって、こいつらと一緒にっていうのは、自分でも不思議だったけど、それが入り混じった複雑な心境。 改めて振り返って良かった点は、その後写真とかね、ビデオとか見て、やっぱり自分の調整は間違ってなかったということで、繰り返しになるけど、ものは出したと。これからは再造を取り戻すために、また基本からやり直しかないなと、それを認識したね、また。また新たな課題が見つかった感じですか。そうだね。 今回 YouTube を やっていただいて、 やっぱり YouTube チームまあこうやって皆さんの協力というかね、俺一人じゃ全くこれはできないから、絶対できないから。で、新しいファンというか、新しいこのサポーターの皆さんの開拓して、で、今まで、こんなにアメリカでの方が俺は活動、ボディビルダーとしての活動は長いので、
やっぱり日本ではもうみんな知らないだろうっていう俺は思いはあったんだけども、こうやって YouTube を通してまた日本の応援してくれるみんなとつながれて、で今回それがまあ、もちろん肉体的にはきつかったけれども、精神的には毎日楽しく、その新しい課題があって、これはもう本当に新しい財産、俺の財産だし、今後次のも調整がまあいつか分かんないけれども、あってそしたらまたさらにこれが力になる。ボディビルに関してはもうやりたいことはやったかなと、コンテストに関してはね、だからもうアンドルドも出たし、アナロドも優勝したし、オリンピアも3位トップ3に入ってるし、今10回オリンピア出たしということで、もうプロになった当初には予想を超えた活動できたんで、まあ、正直言っていつ辞めてもいいなというのはあるんだけれども、まあ後でね、もし俺が例えば70歳までになって、振り返った時に、あと 2,3 年できたんじゃないかなと、そう思うとやっぱ悔しいので、とりあえずまあ自分で本当にこれで本当にもう燃え尽きたかなっていうところまで、本当はそこまで燃え尽きたかなっていうところまで やるかやらないかって、やっぱり人によってその美学が違うと思うんだけども、まあ俺はたとえね体がまあ往年のファンというか全盛期を知ってる人から見たら落ちちゃったなと思われても、やっぱりまだやっぱりボディビルというそのものは好きなので、だからそれをここまで やりたいなという気持ちは今、まあ明日わかんないけどね。